はいどうもこんにちは、ザワと申します。アマイロアイルノーツ実況を続きやっていきましょうということで、まあ前回はね、あのデート会の後半だったんですけども、いやいやいや、まあなんというか周りの目はやっぱり怖いねっていうね、あのいきなり小倉先生とね、ティア先生がこう現れたこともありね、まあいろいろと、まあなんだろう、ユネちゃんたちはもう感づいてるだろうみたいなねところもあり、ちょっとねいろいろ怖いよねっていうね話で、まあ前回終わりましたよね。はい、ということで、今回はねその続きですね。翌日ということなんで見ていきましょう。翌日、休み時間、なんとなくベルフェン先生と一緒に職員室を出て次の授業に向かっていると、ふぅ、あら、詐欺の森先生お疲れですか。お疲れですそんな顔で言わないでくれ。ああ、すみません、週の初めからため息なんてついちゃいけませんね。学生の前ではありませんし構わないでしょう。昨日は白髪さんを案内されていたようですし。ベルフェン先生の方はいかがでした？あの後も小倉先生とご一緒だったんでしょ？本当にデートじゃないですよちょうど小倉先生にお聞きしたいこともあったからご一緒していただけで。わかりました聞いてないけどね、全くね。わかってますよ、そんなに強く否定したら冗談じゃなくて小倉先生も傷つくかもしれません。あ、そうですね、できれば今の発言はご内密に半分冗談だったんですけどね、小倉先生がそのくらいのことで傷つくとは思えません。それもそうですね、傷ついたら傷ついたで正直におっしゃりそうです。何か要求されそうですね、怖いことです。全くですね。と、失礼します、ちょっと呼ばれているようなので。はい。ベルフェン先生は手を振っている学生たちのところへ歩いていく。やっぱりベルフェン先生は僕と愛梨ちゃんのことを全く疑ってないみたいだ。まあベルフェン先生より小倉先生に気づかれる方がはるかに厄介なんだけどまあな、確かにな、いろいろとな、こうちょっかい出してきそうだよな。おいや、白髪さん、次の授業は移動教室？あの、ダメなのです、詐欺の森先生。何が何がだ？ダメって、何が？私にみだりに話しかけてはいけないのですまたそれ、まだその設定続けてるのかなんか結構前にその設定あったけど。そんな無茶な、それじゃあ授業中に指名もできないじゃないか。それはそれで私にはお得なのかもです発言したくない、まあ典型的なパターンですね。ちょっと白髪さん、その発言は聞き逃せないよ。冗談なのです。いえ、冗談など言っていてはいけませんでした。どうした？もうなんかいつも以上に深刻になってるけど。だいたい白髪さんは成績いいんだから指名されても困らないでしょ。で、冗談も言えないっていうのはどういうこと？そんなの決まっているです。ただでさえ小倉先生に睨まれているのだから不活な行動は避けるべきです。ああ、そうだなもう奴は感づいてるからな。迂闊って、学院内で白髪さんを避ける方が深読みされちゃうよ。そういう説もあるです説でもです、小倉先生やティア先生はともかく厳しい先生方もいるのです。まあとりあえず、まあその波風立った時のあの主任はちょっと結構厳しいでしょうねなかなかに厳しいでしょうね、保身に走るんでね。学生の中にも真面目な人とかいますから。まあ親御さんとかもな。白髪さんの友達にはいないよね。シャーリーちゃんはあれですし、ユネちゃんは真面目そうに見えて一番あれ。まさきちゃんはフランクですしあれっていうのが気になるな、あれっていうのが。何を言わせるですか、私の友達はいい子ばかりですいや、自分でもう言っちゃったね。分かってるよ。いや、白髪さんが口を滑らせたんだと思うけど。教師モードだろうと保護者モードだろうと、先の森先生の意地の悪さは変わらないのです
いや、まあ、自分で貶めてる気もするんだけどね。別に意地悪するようなキャラじゃないんだけどな、僕。実際にしているのです。いえ、こんな話をしているのが良くないです。おかしいな。やっぱり白髪さんのいじってくださいオーラが。そんな、誰の得にもならないオーラ、発してないです。発してないと私、信じてるです。まあ、いじって欲しいオーラというか、いじりたいくなる感じはあるけどね。こっちがね。ただまあ、ちょっといじりすぎるとちょっとな、まあ、限度はあるよな。信じる気持ちは大切だね。僕も白髪さんの言ってることはわかるよ。わかってくれるですか。やっぱり、そんなオーラは発していなかったのですね。もうこの時点でいろいろいじられてるんだけどね。いや、その話じゃなくて。合う。確かに、まあ。僕は周囲を確認する。廊下には何人かの学生の姿があるが、こっちを気にしている子はいない。人目を気にすべきだっていうのはわかるってことだよ。でも、そういう話を白髪さんがしてくれるのは嬉しいな。どういうことです？今までの白髪さんだったら、どう言っていいかわからなくて、あたふたした挙句、自爆してたでしょ。はっきり言うね。間違いなくその通りなのですが、なぜか釈然としないものを感じるです。まあ、自分から言ってることでもあるけどな、愛理ちゃんな。まあ毎回気にしないで。少なくとも今は褒めてるんだから。短い間に白髪さんは結構変わったと思うよ。そんなことないです。もし私が変わったとしたら、それは鷺の森先生のおかげなのです。僕は何もしてないよ。白髪さんが自分で変わったんだ。でもまあ、僕ももっと考えるべきだね。何かコロコロ言うことが変わるみたいだけど、現実的に考えれば気にするべきなんだよね。そうです。もし周りに知られたら、まずいのは私ではなくて鷺の森先生なのです。そうですね。まあ男だし先生だしな。だから私のことを気にしてくれるのは嬉しいですが、もっと自分のことを考えてほしいです。愛理ちゃんは自分のことより僕のことを考えてくれている。教え子で年下の愛理ちゃんがそこまで考えているのに、僕が考えなしに行動してちゃダメだな。分かったよ、愛理ちゃん。と、そろそろ行った方がいいね。あ、そうでした。それでは失礼します、鷺の森先生。愛理ちゃんは教師への礼儀としてきちんと僕に一礼してから去っていった。気づかなかったけど、愛理ちゃんは成長してるんだな。まあな、やっぱ中身はな。自爆を繰り返していた頃の愛理ちゃんも面白かったけど、変わっていることが嬉しく思える。僕も、変わらなきゃな。頑張れ。まあな。じゃあ、今日はこれまで。みんな気をつけて帰ってね。学生たちが礼をして、帰りのホームルームが終了。気をつけて。なんて子供に言うようだけど、なんとなく言ってしまうんだよな。私は用があるので、先に帰るのです。それでは。ん？あら？他の子たちが首をかしげつつ、去っていく愛理ちゃんの背中を見つめている。そそくさと帰っちゃったね、アイリー。てかさ、誰に向けて今言ったの？みんなに向けて言ったの今の。私は早く帰りますみたいな。え？っていう。みんなちょっとハテナマーク浮かんじゃうよね。明らかにどこかおかしかったと、この子は率直に疑ってみる。どうもはっきりしなかったのですが、今ので分かった気がしました。あ、分かっちゃいました。私の嗅覚が嗅ぎつけています。アイリさんから漫画でよく見るあれの匂いが。漫画でよく見るあれの匂い。あれって何？なんかすげえさっきからさ、まあ、アイリちゃんもそうだし、あれがあれっていうのがちょっと気になるんだよな。まさかフランちゃんあれなの？何？何なんですか？へえ、あれですわ。さすがシャーリーさん。
察しがよろしいですね。何なんだよ、じゃあ早く教えてくれよ。これだけ切れ味鋭いこの蚊にもまだわからない。一体どういう…このかちゃんにもわからないか。このかさんの切れ味にはノーコメントとしまして。ノーコメントとしまして。もしかするとそういうことですか。私もうすうす気づいてはいたけど、そうなのか。アイリったらやるね。いや、やるのは先生かな。何の話だ、だからこれは。何やら不穏な会話が間近で繰り広げられている。今ここで見ておきたいプリントがあるから教卓を離れられない。そっか、ついにそんなことになっちゃったか。これはいいネタに。もうなんか確信ですよねこれ。なんかあれあれあれというなんかいうものに確信を持ってますよね皆さん。こらこら、目を輝かせるな。あんた生き生きしすぎだよ。うん、でもこういう話私たちの周りに全くなかったし。まあそれはね、なんとなくこのかにも分かってきた。分かってきた、分かってきちゃったか。分かってきちゃダメなんだけどな。今時はやっぱり壁を殴りたくなるほどのあれこれが主流ですしね。何年ですかそれ。壁を殴りたくなるほどのあれこれって何ですか。もう分かんないんだけどさ。もう確かにいくら壁を用意しても足りないくらいだね。何ですか壁って。壁って何のことだろう。でも突っ込んでヤブヘビになるのが怖い。いやでも待って待って、そう考えるのはまだ早い。あ、はいはいはい。ネタにはいいけど下手にリアルを取り込むとかえって面白さが落ちるかも。何か独り言をブツブツと言っている。怖い。怖いな。シャーリーさん、そんなに真剣に考え込まれなくてもよくわかりません、ね。多分今創作意欲が湧いてんじゃないですか。じっくり教えようか。教えてくれるんですか。遠慮いたします。遠慮するのね。この二人意外と互角っぽいね。今は別の二人の話題だった。あ、そうだった。みんながここ数日感じていた来たるべきものが来たんだよね。何なんだろうねそれ。あれあれとかこれとか来たるべきものとか。あのアイリさんの態度から察してまず間違いないでしょう。まあそこまで意外な展開でもないよね。そんなに年が違うわけでもないし。あのさ、私これなんか帰りますみたいなさところからなんでこんなに飛躍してんの。なんでこんなにみんな理解してんの、すごくね。ただ帰りますって言ってこう帰っただけでしょ。もともとご親戚同士で昔から知っているわけですからね。私たちとは積み上げたものが違うのでしょう。それだけに燃え上がるのも早かったと。うん、ユネちゃんに騙されてとんでもない行動に出たのもいい燃料だったんだね。あらら、ダマクラカスだなんて人聞きの悪い。軽くたばかっただけで。おーい、同じことだって。同じことだって。冗談ですよ。私もあの時はまさかこうなるとは思ってませんでした。僕っ子先生とお呼びしていた頃が懐かしいですわ。はあ、今は僕っ子先生と自爆系ドジッコの夢のコラボレーションが。自爆系ドジッコ、何その、なんかなかなかないジャンルですよね、自爆系ドジッコ。薄い本が熱くなるね。ああ、なんか矛盾してる気もする。このかもいろいろ慣れてきたけど、この二人の会話には未だになれない。安心してこのか、私は何年もシャーリーと付き合ってるけど未だにこっちのシャーリーにはなれない。やっぱか。シャーリーさんとフランさんはたまに私たちとは違う次元に行かれてるようですからね。ではそろそろ直撃するとしますか。来た。来た。うん、来た。先生、ちょっとお話いいですか。それは授業に関係あることかな。全くないね。全くないよね。そうだよね。明るく言われても念のために言っておくけど、僕は君たちの先生だからね。もちろん存じております。ですが教え子との交流は大切なことでしょ。そうですわ。
日本には腹を割って話すという習慣があるのでしょう。切腹ってすごいですわね。ちょっと切腹と腹を割るとちょっと違うと思うけど切腹したら死んじゃうよ。ちょっと教師として教えておくけど、腹を割って話すのと切腹は全然違うからね。日本の習慣は誤解されやすいですね。それはともかく私たちは気になるのです。うん、あんまり妙な質問には答えられないよ。大丈夫ですよ、他のみんなは帰っちゃいましたし。ちえちえちえって、舌打ちしたってダメです。ウォリックさん、引き下がりそうにないな。いつもは用がなくても遅くまで残っている子たちも多いのに、今日に限ってみんなさっさと帰っていってしまうなんてついてない。ねえ先生、ズバリ聞きますけど、うん、アイリちゃんとキャッキャウフフしてるんですか？なんですかさキャッキャウフフっていうのは、ちょっとキャッキャウフフの内容をちょっと知りたいんですけど。ごめん、僕そういう専門用語には疎くて。わからないのですか？え、私は日本で学びましたわよいや、キャッキャウフフではわかるけどさ、まあわかるけどわかんねえわ何を指してるんだと。多分日本の教育課程では習わないんじゃないかな。っていうか全然ズバリ聞けていないと、ほのかは不満をあらわにして。まあな、何が聞きたいんだと。じゃあ私が酒場仕込みの荒っぽい聞き方をしてみようか。おう、それは遠慮したいな。意味はわからないけど、聞きたいことは大体わかったから。別に愛理ちゃんとは何もないよ。本当ですか？私は愛理さんからラブコメの匂いを嗅ぎ取ったのですもラブコメあれはラブコメだったのかまあただ今ラブコメみたいな状況にはいるけど、あれトール君嘘ついちゃったまあさすがに隠すのか。今は匂いがするものなの？ああ、いや、そんなことはいいけど、多分君たちの勘違いじゃないかな。愛理ちゃんなら、お兄ちゃんとは何でもないのです。勘違いしないでほしいのです。うん。って答えるところだね。可愛いんだけど。普通に可愛いんだけど。なんか、あれ、シャーリーちゃんの中の人、愛理ちゃんもいけんじゃね？ツンデレ来た！やはり、王道は大切ですわ。そうだね。そこに関しては激しく同意。そこの二人黙っているように、後でうちの店でジュースをおごってあげるから。まあどんな風に聞いても先生もアイリさんも答えは同じでしょうね。世の中には建前というものが。まあな、なんだろう、なぜか天桐さんが一番手強く感じるよ。何もかも見透かされてる感がある。まあこのかちゃんが一番見透かしてる感あるけどね。とんでもありません。分かっていれば質問などいたしません。先生、私たちは口が固いですよ。君たちの問題じゃなくてこっちの問題だからね。答えは変わらないよ先生ったらお固い。愛理と何かあっても誰も怒ったり笑ったりしないよ。やっぱり私も口挟んでいいかな。ここはライゼルグで先生たちがいた日本とは違うんですよ。はあ。そうです。お国柄というものがあるのですから。年上の先生に私がこんなこと言うのもなんですけど、うん、何が一番大事なのか考えればいいんじゃないかと思うんですよ。まあな。一番大事か。まあでも難しいよな。やっぱ大事なものっていっぱいあるから、その順位は決められないっていうところあるからな。まあ先生だったら、まあ先生のね、仕事も大切だし、まあもちろん愛理ちゃんも大切だろうかな。まあ両方とも大事にできる道を今模索してるところで、一番大事なのが何かを考えてくれよみたいなこと言われてもさ、うーんっていうことになっちゃうな。難しい問いだ。うん、全くその通りだね。やっぱり愛理ちゃんの告白に答えたことを僕の口から言うわけにはいかないけど、それでもウォリックさんが言っていることは正しい。いや、ウォリックさんが代表して言っただけで、今のはみんなの意見かな。教師って物を教えるだけの仕事みたいに思われてるけど、はい、君たちから教えてもらうのもたくさんあるんだよね。よろし
しかったら同人について一昼夜かけてレクチャーいたしますわ。それに関してはちょっと俺がレクチャー受けたいな。いやいやいや、そういう話じゃねえよ。話の脈絡がおかしい。話の脈絡がおかしいぞ。では私はご奉仕の極意について先生のお体を使ってお教えします。それは受けたいですね。ユネも自重して。というか、なんで私がツッコミ役になってるの。なんかまさきさんなんか序盤結構なんかボケてた感じあったんだけど、ここまで来るともうツッコミ役ですよね。残念ながらまだこのかにはこのマイペースなみんなへのツッコミが追いつかない。私がこんな真面目な役割をさせられるなんて。でも先生も分かったようだし、いいかな。みんなが言いたいことは分かったよ。みんなは僕と愛理ちゃんのことに気づいても後押しをしてくれている。ライゼルグと日本の土地柄の違いはともかく、僕は確かに何が一番大切なのか考えるべきなのかもしれない。ついでに突っ込んでおくけど、アイリも分かったかな？ん？え？ふえ？え？ぴょこんとアイリちゃんが教室の扉から中に入ってくる。なんで分かったですか？まさきちゃん、いつから気づいてたですか？本当だよ。あ、やっぱりその匂いとか、まあ耳とか、それで気づいちゃうのか。私のこの耳は伊達じゃないよ。なるほど。私にとってはちっとも伊達ではありませんわ。おう。いや、別にフランを喜ばせるためにあるんじゃなくて。そんなことはどうでもいいのです。気づいていて泳がされていたですか。そうですね、そういう感じになりますね。そんな人聞きの悪い。そうです、廊下で立ち聞きしていたアイリさんもお行儀が悪いですよ。もしかしてユネちゃんも気づいていたですか？なんだと。気配を察知していたのか。耳はいい方です。ん？ご主人様の命令を聞き逃すわけにはいきません。いや、耳良くてもそんな、あの、まさきさんほどじゃないんじゃないですか。すごいな、うちのクラスの子たちは。ちょっとなんかいろいろと才女が多いですね、いろんな方面のね。というか、アイリちゃんも全部聞いていたの？いえ、私はスマホを忘れたから取りに戻っただけで、先生たちのお話を邪魔しないために廊下に控えていたのです。つまり聞いてたんだね。あうい。あう。まあちょうどよかったんじゃないかな。アイリちゃんにも聞いてほしかった話だしね。友達が好きな人のことだもん。私たちも放ってはおけなかったよ。とはいえ、今みたいなお話をするくらいしかできませんけど。あとは先生とアイリの問題だね。うんうん、この子たちには生温かく見守るくらいしかできない。まあな、生温かくな。ただあまり見せつけられると壁を殴りたくなるかもしれません。あ、そうですか。そうですか、壁壊さないでくださいね。まあ物理的に難しいかもしれないけど、学院の壁は壊しちゃダメだよ。私は今度こそ帰ります。先生さようなら。皆さんさようなら。おダットのごとく教室から走り去ってしまうアイリちゃん。やっぱり足が速いな。陸上選手とかどうですか。なんだか昔懐かしい挨拶を残していかれましたね。確かにね。また錯乱してるみたいだね、アイリちゃん。正気に戻すのは先生の役割ですね。だね。教師は教え子から学ぶことも必要だ。だけどやっぱり僕の方から動かなきゃいけないだろうな。頑張れ。頑張れトール君。やれやれ、やっと終わった。やれやれだぞ。ということで、今日はねここまでにしようかなと思います。まあもうみんなはね、気づいてたよねっていう回でしたね。はい。まあなんというか、まあ、トールくんの方からはね、まあ明言はしないけど、まあとりあえずね、まあ一番大切にしなきゃいけないことは何なのか考えなきゃいけないんじゃないかみたいなね、シャーリーちゃんがね、うん、
やっぱ順位はつけづらいものはあるかもしれないけど、やっぱね、何が一番なのかっていうのをね、はっきりさせることはね、重要だよね。まあ、そこをね、じっくり考えようということで、まあ、トールクもね、これから考えると思うんですが、まあ、そしてね、あの、身の振り方もね、考えると思うんですが、まあ、どうなるんでしょうかね。まあ、この最大のラスボスと言っても過言ではない、この小倉先生がね、今ここにいますけども。まあ、序盤は久能先生がラスボスなのかと思ったらね、意外と身近にこの小倉先生というのがいましたけどね。はい。まあ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 。この人がね、もうすでに気づいてる感があるので、まあ、どういう風にね、この小倉先生をこう、うまい感じにいなすかっていうのがね、まあ、今後、トールくんの立ち振る舞いとしてはすごい重要になってくるかなと思いますが、今日はね、ここまでにしようかなと思います。まあ、次回以降もね、お楽しみに。ということで、以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録の方も、めっちゃ噛んだね。チャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。ありがとうね。